ところでコニー、お前の村はどうだった？壊滅した。巨人に踏み潰された後だった。そうか、そりゃ。でもみんなうまく逃げたみたいで、それだけは良かったんだけど。ただずっと気になってるのが、俺の家にいた巨人だ。自力じゃ動けねえ体で、なぜか俺の家で寝てやがった。そいつなんだか母ちゃんに似てんだ。ありゃ一体。コニー、まだ言ってんのか。お前はお前の母ちゃん巨人だったのかよコニー。じゃあなんでお前はチビなんだよ。おい、もううるせえな。バカらしくなってきた。その説が正しければお前の父ちゃんも巨人なんじゃねえのか。じゃねえと、ほら、できねえだろ。うるせえ！クソ女、もう寝ろ！いやいや、今の話じゃそうとしか考えられねえだろ。だからもう黙ってろ、このクソ女！さて、おしゃべりはこのくらいにして、君たちはもう休んでくれ。疲れてない？明かりが出てきて気がついたら。なんでだよ、なんでまだ動いてんだ。日没からかなり時間が経ってるのに。どうなっているの。おい、あれを見ろ。敵、なんだこいつは。巨人っていうか、あれは獣じゃねえかなあ。 あいつ壁の方に。おい、待て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 、待ってくれ。ふざけんじゃねえぞ。新兵は下がっているんだよ。けど君には戦ってもらおう。ここからは立体機動装置の出番だ。行った！まずは塔の周りの巨人から片付けようか。すまないが頼んだよ。ふざけやがって、やるしかねえってのか。塔には無防備な新兵たちがいる。あそこだけは絶対に守りきらなければ。急いで拠点を作れ。ギルガス、頼みならばお願いしますよ。苦戦してんのか。言ってやらないとな。完璧だろ。まずいな、これじゃキリがない。狙い通り。
相手するゲルガー捕まるかよこの薄なのがゲルガー今のは危なかったろあれが俺のやり方だ今のちゃんと討伐補佐に数えとけよたくましいね覚えとくよタオさんありがとうおかげでなんとかなったよここからは私も手を貸そうその調子で頑張ってくれ当然さなんべきだろう倒さんまた行ってやろうならば頼みます了解だ狙い通りに落ちた捕らえた これで塔の周りの巨人は大体片付いたねさすが調査兵団他の兵士とは訳が違うってことか分かった俺は後ろからまた巨人の群れが近づいてきていますそう休む暇もねえってのかやろう完璧だろこの巨人邪魔しやがってこのままでは塔の防衛に向かえないぞすまないなこれで塔の守りに専念できる拠点を立てな分かった狙い通り
急いで拠点を作れ。相手する壊されたらおしまいだぞ。このまま塔が壊されるのを黙って見ているしかないのか。トライだ。当然さ。ここが拠点さ。このままここで待ってることしかできねえのか。でかいのはあれかのやつだぞ。この塔のおかげだね。こんな好条件で戦えることなんて滅多にないよ。なんとかしのげそうだな。あれはなんだ。壁の方角から投石だぞ。このまま全員で固まっていては危険だ。一旦散開し、各自塔の防衛に当たるんだ。君は塔の周辺に迎撃用の拠点を設営してくれ。任せたよ。この投石、壁の方に歩いていたあの獣の巨人の仕業か。言ってやろう。
なんとかなりそうだね。あとは投石をどうにかしないと。あの獣みたいな巨人がこっちに向かってくるぞ。まずいじゃねえのか。いや、この機を逃すってはね。あいつさえやっちまえば投石は止まる。完璧だろ。あんなの余裕だ。刃もガスも限界だ。お前もその生蔵が最後なんだろう。でも最後まで諦めるわけにはいかないさ。任せとけ。捕らえた。あんなの余裕だ。当然だ。行ってやろう。俺たちだけで何体やったんだろうな。さあ、数える余裕なんかないからね。開けるか。任せなさい。分かった。巨人が引いてくぞ。な、やったのか。いや、巨人はまだうようよしてるぜ。こいつはもう
もう塔が持たねえな。俺にしちゃよくやった方だと思ってる。すまねえお前ら、もう力入んねえ。おい、まだ生きてんのか。よかった、無事で。ああ、先輩たちがやられた。よせクリスタ、もう塔が崩れそうなんだ。落ちちまうぞ。でも私たちの身代わりにナナマさんが、ギルガーさんが。くっ。